はい、どうも、おはようございます。沖縄おばばです。どうですかぬこたん。ね、みけたんどうですかね、かわいいですね。見てください。この、この肉球。で、おチッがね、かわいいですね。ピクって動いてますね。はい、皆さんどうも、おはようございます。沖縄おばばです。 えー、今日もね、暑いですね。はい。沖縄は暑いです。はい、えー。昨日もね、冷房つけて寝ました。もう眠れませんね、決しては。えー、ちょっとほんと今年天気おかしいです、えー。気をつけましょうね、皆さんね。はい、えー。体調ね、急激にこう変化するみたいなんで、気候がね。えー、なんで皆さん気をつけましょう。まあ。 雨降ってきたみたいですね。雨降ってきましたね。はい。えー、まあ、なんというかね、本当に、あのー、おかしな世の中ですよ。おかしな世の中です。まあ、今日、あの、今朝のニュース見てね、皆さんと、まあ、二つほどね、お話ししたいなと思ったんです。三つぐらいあるかな。まあ、ほおかしな世の中になってきてます。えー、これ、昨日のニュースなんですけどあ、まあ、今日のニュースでも言ってますね。 はい、ええー、まあ、北海道でね、お母さんが小学校の、お、一年生のね、お嬢ちゃんを5、6してしまったと。もう何な,なのって感じですよ。もう本当ね。えー、なんかママ母だったみたいなんですけど、それにしたってですよ。はい。何なんでしょうかね。あの、変な話なんですけど、親にね、 親になる資格のない人間が親になってるということです。つまりね、自分の、自分が、まあ、教育されてないんですね。わかりますあの、何をやっていけないのか、はい。小さいものをね、えー、まあ、こう、わかりますよね。小さいものを虐待したりとか、いじめたりとかね。 そういうことは良くないんだよっていうことを、まず親自身が学ばないといけないんですよ。だからこんなね、あの変な話なんですけども、今までにたくさんありましたよね、こういう事件。これ初めてじゃないんですよ。ほんとついこの前もね、なんかで生まれたばっかりのね、で我が子をね、みたいなあ、そういう事件がね、結構ありますよね。もうここを言って、 なんていうのかな、数ヶ月で何件かありますよね、そういうの。ええー、本当人の資格ないと思いますよ。人の資格ないと思います。はい。まずは、親がね、よく、なんていうのかな、子供を産めば親になるってもんじゃないんで、 自分自身の、まあ、なんていうのかな、その倫理観ですよね。人を傷つけてはいけないとか、ありますよね、そういうことが。それをまずね、なんか、あ問いたださないといけないんじゃないかと思ってます。はい。えー、まあ、なんていうのかな、変な話なんですけど、 えー、今のね今の親世代の人たちの親ですよね我々の世代、えー、まあまあ教育されて育ってきてるはずなんですよでもね私たちの世代割とまあ裕福だったような気もするんですけど今に比べるとね食べるものには困りませんでしたし所得低くてもねまあ税金が安かったんで えー、なんて言ったらいいんでしょうかね、本当に。まあ、あのー、しつけみたいなものをね、学校に任せているような親はだめでしょうね。はい、しつけはやっぱり親の仕事です。で、えー、子供にね、何をしていいのか何をしちゃ悪い、何をしては悪いのか、どういう友達と付き合ったらいいのか。 どういう友達と付き合ってはいけないのか、当たり前なんですけど、悪い子、悪い子っているんですよ。人をいじめて楽しんだりとかね、悪口言って楽しんだりってする悪い子っているんですよ。そういうことをまあ、付き合っちゃいけませんよって私たちの時代には言われて育ちました。はいだからお友達は選ばないといけないんです。 こういうことをねきちんと教えていかないとどんどんとね、えー、なんていうのかなこう親によるね、えー、お子ちゃまの五六子とかねまあ出てきますよはいま,まあまあ本当あのこういう たら失礼なのかもしれませんけど親になる資格のない人が親になってるからこういうことになるんですよね。とんでもないです。自分の子供をまあたとえねそれがねママ母であっても普通しないでしょってことですよ。まあまともなね倫理観を持った大人なら。 そう思います。まあ、大人っていうのはね、子供とか小さいものを守る存在なんですよ。それをね、虐待するとかね、まあ、まあ、本当おかしいです。はい。まあ、まあ、理由はあるにせよ、理由があったとしてもやっちゃいけないことです。もう崩壊してますよね、日本のこの道徳感。はい、まあ、本当 と、そう思いました。まあ、おかしな人、本当にいっぱい出てきましたね。はい。まあ、もう一つのおかしな人なんですけど、昨日、あの、福の島ちゃんですね。福の島ちゃんで、立てこもりありましたね。24歳ですって、犯人が。24歳。まあ、何が動機だったのかわかりませんけど、 どうやら何かね、恨みがあるとか、そういうあれではなかったみたいですね。なんか本当に、あのー、いわゆる泥棒しに入ったみたいですね、立てこもり男。で、何を取っていったかというと、携帯1個です。携帯1個の泥棒で人生台無しです。 24歳ですこの人わかります気が狂ってるとしか思えませんよねほんとこういう人間を増えてます目先のことしか考えない自分の欲望を制御できない何のせいなんでしょうかね まあ日本人はね何、えー、て言うのかな添加物大国です、はいえー、多分小さい頃からねジャンキーなフードばっかりねガボガボ食べてきたんでしょうね脳になんかおかしなものがねあるんでしょうねそういった <laughs> まあ言ってることが分かんない人はまあまあね お察しくださいということで,でまあね最近になってね、えー、まあ例の件もありましたしねこれもお察しくださいねなんか、えー、外国の統計によるとねあの例のあれですねあれはいえー、あれをねまあおいしくね頂い,いてしまうとなんか、えー、心の病になる率がかなり高くなるみたいですねまあそうでしょうね脳に行くんで。 はい。脳に行くというのはね、あのー、すごい有名な話なんでね。まあ、デトックスしかないですよ、本当に。そう。まあ、だから、まあ、ね、それのせいなのかもしれませんけど、まあ、他にもね、いろいろね、日本人はおかしな化学物質を食べてるんでね、えー、添加物とかね、農薬とかね、えー、あのー、なんていうのか、他の国がね、危なくて、まあ、禁止してるものもね、日本は許可してるんで、 こういう状況でね、こういう状況で、まあ、生きてるわけなんですよ。だからまあ、気が変になってもね、まあ、ある意味ねあの、当然なんじゃないかなとは思うんですけど、でもそれにしたってです最近本当に増えてます。はい、わかりますよね。ちょっと見ても、 なんか強盗ですね。強の盗ですよね。とかほんとね、あのー、制御ができなくなってますよね。自分の欲望に。動物よりちょっと動物以下なんじゃないかなと思いますよ。こういう人間は。だって変な話なんですけど、動物もね、自分の欲求に対して制御しますよ。セーブしますよ。犬だって猫だってご飯あげるときに、 待てって言えば待ってますよ。うちの子も。このテーブルの前で、猫用テーブルの前でね、座って待ってますよ。<laughs> はい。お分かりになりますでしょうかね。本当に、まあ、 毎日のようにこういうおかしな事件起こりますよね。5の党だったり、子供を5、6したりとかね、あと今回みたいに立てこもったりとか、毎日のように起こりますこれほん。これを見てね、おかしいと思わないといけないんですよ。それが目覚める第一歩なんですよね。なんでこうなんだろうって考えないといけないんです。 考える力っていうのがね今の日本人奪われちゃってますよね本当に <coughs> まあそれでねニッチもサッチもいかなくなってるんじゃないかなっていうのをまあそういうものもありますけどねまあある意味悪い悪い悪い意味でのことなかれ主義が 日本をダメにししてきたのかもつまりねまあいわゆるね上のねアウト政府とかね、えー、大企業とかがね何か悪いものバンバン作って製品作ってねそれを売り,売りさばいてもねまあ長期的にはなんかあるかもしれないけど短期にないからいいんじゃないみたいなねそういったことなかれ主義のことです。 別にいいんじゃないみたいな。これがダメにしてきたんでしょうね。本当に。で、変な話ですけど、頭がいいはずの日本人が、まあいろんなものをね、えー、考えられなくなっているということです。 本当に残念なことだと思いますね。これはね、非常に残念なことだと思います。はい。えー、毎日ですからね。なんて言っても。はい。毎日ですよ。もうずまあ何回も言いますけど、本当に毎日なんかおかしな事件が起きてますよ。以前にはなかったことです。きっぱり言います。はい。 そういうことでございます。はあ、もうね。もう何とも言えなくなりますけどね。はい、24歳が携帯1個盗むために立てこもりです。頭痛いですよね。本当にこの国でもう一つ。まあニュースなんですけど。まあ経団連がね。 時給1500円は、まあ公約いろんな人が言ってるけど、それやったら、まあ、まあ無理だよって、無理な公約だよみたいなこと言ってますけど、これもおかしな論理なんですよ。まあ言ってることはわかりますけど、ね、言ってることはわかるんですよ。でも地方って、これ言っちゃうとあれなんですけど、地方ってね、 都市部よりも物価高いんですよ。はい、はっきり言います。地方の方が都市部よりも物価高いです。<laughs> まあ、ものによるかもしれませんけどね。まあ、百均とかだったらね、全部百円なんで、えー、あれですけど、 ほとんどの物価は都市部よりも地方の方が高いです。よく、まあ、なんていうのかな。まあ、首都圏ですね。首都圏から引っ越してきた方がよく言われるんですけど、沖縄も物高いよねっていう話をするんですよ。まあ、なんていうのかな。都市部ってね、安いところで買えばものすごく安かったりするんですよ。野菜だったりね。 まあお米だったりね。まあ安いところで買えばの話なんですけど。でもね、あの沖縄ってほら、一応島なんで、運賃がかかるんですよ。運んでくるね。で、それを入れなきゃいけないんですよ。まあ地元産のものは安いですよ。はい。そんなに高くありませんよ。地元産のものはね。はい。 えー、でも、他の、他から来るようなね、まあ、い,あのいわゆるレタスとかあ、まあ、シャニーレタスみたいなのは、まあねあの、沖縄でも水耕栽培で作ってるんで、200円ぐらいで買えるんですけど、はい、えー、フリルレ,レタスとかね、わかりますよね、えー。水耕栽培のものはね、まあ、安く買えます。沖縄県産のものだったらね。 でもそうじゃないものありますよね。いろいろキャベツとか、はい。えー、レタスとかね。まあ普通のね。高いんですよ。はい。えー、トマトなんかも、まあ沖縄県産のものが出回ってる時期は沖縄県産の安いんですけど、まあその出回る時期がなくなった時にね、はい。 え、他の、ところで作ったトマトとかは、やっぱり、運賃がかかるんでね、高いんですよ。これ、地方もそうだと思いますよ、他の地方も。はい。やっぱ、運ぶ代金がかかりますからね。首都圏みたいにあんな、ね、安売りスーパーみたいなものありませんからね。高いんですよ。地方の物価って。 地方の物価高いんですよ。で最低賃金低いです。で困窮してるんですよみんなが。まあ節約はしてますけどね沖縄県の人はほんと節約上手だと思います。無駄,も無駄なものあんまり買わないですしね。まあ買う人も中にはいますけど。 ええー、なんていうのかな。本当にそうなんですよ。物価高いんですよ。地方の方が。それなのに最低賃金が低いんですね。お分かりになりますでしょうかね。この矛盾。多分、や、あの、なんていうのかな。山奥に住んでる方ですよね。内地の。そこもそうだと思いますよ。あの、まあ、 なんていうのかな近くにね、コンビニとかスーパーがなくて、巡回車が回ってきてね、野菜とか、まあ巡回スーパーみたいなのがあって、まあ野菜とかね、そういうのを運んできてくれる地域とかあるじゃないですか。多分値段すっごい高いと思いますよ。首都圏みたいに安くはないと思いますよ。それなのに最低賃金は安いんですよ。カツカツなんですよ、カツカツ。 確かにね、企業、田舎の企業は収入も低いんで、それだけの、まあ、なんていうのかな、あ、時給ね、最低賃金を上げてしまうと、払えなくてお父ちゃんするかもしれませんけど、でもその前に、働く人がいなくなりますよって話です。はい。 わかりますよね。だからね、まあ、これは、変な話なんですけど、まあ、それだけね、政府で、まあ、なんていうのかな、公約で最低賃金1500円とか言ってるんだったら、補助しろよって話ですよね。はい、大企業からまあ取って。すごいですからね、内部留保というか、ね、お金が。はい。すごいですからね、儲けが。で、ほぼほぼ法人税払ってない企業、 いっぱいありますからね。中には国からお金もらってるところありますからね。あのー、輸出関係なんかはね。もらえるんですよ、国からお金が。税金払うどころかもらえるんですよ。なんでね、なんていうのかな、こういうことをね、まずやっていかないと、まあ無理なんじゃないんでしょうかね。これで、まあ、変な話ですけど、ある意味ちょっと、 日本ね、昔は、なんていうのかな。日本ね、昔はこういうふうに言われてたんですよ。知ってる人は知ってると思うんですけど、私があまあ小さい頃ですね。日本って、まあ、あ形は資本主義だけど、えー、制度は社会主義だよねって。わかります一、まあ、すべての人がだいたい中流の生活できるような社会主義みたいな感じの、 えー、国だよねってずっと言われてたんですよ。私の小さい頃。まあ、社会主義がいいとは思いません。私。好きじゃないんで。神様を認めないんでね。まあそれだけです。無神論じゃなければ別にね、いいとは思ってます。まあちゃんとね、なんていうのかな。きちんと働いてる人のところに、その働いた分だけのね、 えー、働かない人はダメですよ、もちろんね。働いてる人の分だけ、なんて働いてる人に、その、ちゃんとした報酬を与えないといけないんじゃないかと思ってます。はい。まあ、当たり前ですよね。だからまあ、そういうのはちゃんと補助を出すん、出した方がいいんじゃないんでしょうかね。取るところから取って。 だって日本の企業、本当おかしいんですよ。どうしてかっていうと、私台湾に住んでたから言えるんですけど、台湾の大企業とか、まあ、まあ、お金持ちっていうか裕福な企業は、いろんなね、福祉団体にめちゃくちゃ多額の寄付してるんですよ。まあ、なんていうのかな。あるんでね。台湾にはそういった大きな、あの、福祉団体っていうか、まあ、宗教系なんですけどね。 仏教系の団体があるんで、まあ、これ、この団体、日本のね、能登地震の時にも、炊き出しやったり、いろいろやってましたよ。はい。自災っていうんですけど、自災。自は、えー、まあ、自愛の自ですね。はい。で、えー、災は、経済の在ですね。はい。自災っていうね。 そういう仏教系の、まあ、福祉団体があるんですけど、そういうところに、まあ、多額の寄付をしてますね。だから、台湾の地震の時ね、えー、日本にいなかったような、まあ、全部が揃ってたんですよ。シャワーがついてたりとか、<laughs> 一人まあ、一家族ずつテントがあったりとか、えー、マッサージまでついてると。まあ、食堂もきちんとあって、 ちゃんと3食提供してもらえるとか。まあそういうところに大体、あの、台湾の企業って多額の寄付してるんですよ。そういう、そういうところが違いますよね。日本の企業で、まあ、まあ日本にはそういった、なんていうのかな、世界的に有名な、まあ、なんていうのかな、そういった団体がないんでね。はい。ボランティア団体というかな、というかね。 そういう団体がないんで、寄付の仕様もないのかもしれませんけど、あんまり聞かんま,ませんね。日本で、日本の大きな企業がそういうところにね、えー、寄付をしているみたいな。聞いたことあります皆さん。ユニクロが多額のお金をどっかそういった、ああ、ね、日本の福祉団体とかに寄付してるって聞きます まあ、名前出しちゃったらあれですけど、例えばの話です。例えば。他にもいろいろありますよね。大きな企業。もうほんとね、変な話なんですけど、立ち悪いなって思ってます。はい。立ち悪いなって思ってます。えー、台湾はね、まだ変な話なんですけど、根底にまあ仏教があるんですわけ。あるんですよ。 まあその実際もね仏教系の団体なんで仏教系のいわゆる慈善団体なんですよ。まあ根底にそういうものがあるんですねいわゆる、えー、まあ宗教的なものだったりもするんですけどわかりますよね日本ってそれがないっていうか本当に物質主義なのかなって思っちゃうんですよねそういうところ。 まあ中にはね、ちゃんと頑張ってるところもありますよ。頑張ってる企業もね、小さい企業だったりとか、まあそういう福祉団体にね、えー、寄付をしたりとか、あと、まあ動物愛護のね、団体に寄付をしたりとかね、してるところ知ってますけど、大企業じゃありませんからね。 だから限界来るんですよね。そういうのって。まあ、どっちにしろおかしいな議論ですよ。おかしな議論だと思います。えー、どうしてかっていうと、まあ、話がね、ずれてしまいましたけど、時給1500円っていうのは地方にこそ必要なんですよ。地方の方が物価高いんで。 地方の方が物価高いんです。カツカツなんです。はい。なんでね、ここら辺ですよね。大変だと思いますよ。地方に住んでるおじいちゃん、おばあちゃん方ね。えー、働いてますから皆さん。はい。 えー、沖縄の、まあ、スーパーとか行くとね、えー、老人いっぱい働いてますよ、まあ、お掃除の仕事だったりとかやってますよ、まあ、何か本当にねあの変な話なんですけど技能を持ってた方がいいですね歳を取,る取れば取るほどすればあもう分かります技能を持ってた方がいいです はい。だって、仕事ないですから、お掃除とか、そういう何かの整理とかね、はい、家政婦さんとか、それ以外の仕事あんまりないですからね、機能がなければ。まあ、本当変な話なんですけど、まあ、いつどうなるかわかんないんでね、はい、いつどうなるかわかんないんで、えー、まあ、新しい時代が来たらね、大丈夫でしょうけど、 ええー、まあね、そういうことで、まあ本当にね、あの、矛盾してるよねっていうことね、感じますね。この時給1500円問題。地方の企業はお金がないんだけど、地方は物価が高いんです。で、時給も低いんで生活カツカツなんです。 そういうことでございます。なんでね、まあ、経団連のこれはおかしいなと思ってます。それだったら、まあ、何かね、こう、他にあるじゃないですか、対策がね、そういう地方に、まあ、地方の企業にね、補助金を出す、入れるみたいなね。その方が、まあ、現実的だと思いますね。えー、給料低いままだと、やってられなくて、若い人どんどん逃げてきますから。はい。物価高いんで、地方。はい。 高いです。安くないです。はい。言っときますけど。そういうことです。まあ、本だったりとかね、同じ値段ですけどね、そういうのは。はい。まあ、この辺でしょうね。まあ、ほんとね、あの、何も考えない人がね、多くなればなるほどね、えー、まあ、こういった矛盾点にもね、気がつかないんですよね。 はい。まあ、どうにかしないといけないんじゃないかなと思ってます。まあ、だからこそのね、大掃除なのかもしれないんですけどね。この辺がね、変な人もね、いっぱい今いますしね、立てこもって携帯一個盗んだりとかね、もう本当ね、頭おかしいなと思う人が増えてます。皆さんも本当に気をつけてください。はい。えー、朝からこんな話してしまってすいません。はい。えー、そういうことで、頑張りましょうね。 それでは皆さんまた次の動画でお会いいたしましょう。沖縄おばばでした。にゃー見てた。ぎゃわー見てください。キューってなってますよ。キューって。えあら、ゴロゴロ言ってますね。聞こえますかねぎゅューってしてくれてますよ。おててを。かわいいねね 来了，来了，你。